クラブでゴルフでルールグアイに設置され、史上最高の女性ゴルファーとして、クロッカーを称える名盤、フェイクロッカーは、米国ルプガツアーでプレーした、ウルグアイ人女子プロゴルファー。1955年の全米女子オープンと1960年のタイトルホールバーズ選手権の2つのメジャー大会を含む11のルプガトーナメントで優勝した。ルプガが,が主催する。 トーナメント初優勝時の最年長記録を持ち、また、女子メジャー大会優勝の最年長記録保持者でもある。米国人以外で、初めて全米女子オープンに優勝したのもクロッカーだった。1914年8月2日に、ウルグアイのモンテビデオで生まれた。曽祖,祖父は、元米国海軍中将で、南北戦争後ウルグアイ領事を務めるなどし、その後同国に移住した。 父フレデリックは農場を経営していたが、ウルグアイの全国大会で27回の優勝実績を持つ著名なゴルファーでもあり、また母ヘイレンもウルグアイの全国ゴルフチャンピオンを6回、他にテニスでも複数回の全国チャンピオンとなったアスリートだった。フェイは6歳でゴルフを始め、母国ウルグアイでは20の国内ゴルフ大会で優勝し、 アルゼンチンの全国クラスの大会でも14勝するなどして南米最強となった。1939年の全米女子アマチュア選手権に出場したが、マッチプレーの3ラウンド目で敗退し、それ以降11年間にわたり USGA 主催のゴルフの大会に一切出場していない。この間フェイはアルゼンチンのブエノスアイレスにある米国大使館の受付場をしていた。 1950年になって、再び全米女子アマに挑戦し、結果マッチプレイ第4ラウンドで、メーマレーに敗れたが、この試合は規定された18ホールでは、勝負がつかず、27ホール目で、ようやく決着がつく熱戦となった。このプレーオフ9ホールは、当時の USGA 開催試合における女子、マッチプレーの記録となった。1954年にプロ転校したが、 この時39歳になっていた。プロデビュー戦はシーアイランドをオープンで最終ラウンドで69のコースレコードを出すなどし7位だった。プロ19戦目となる1955年のサービンオープンで初優勝。この40歳でのツアー初優勝という記録は2013年時点でもまだ破られていない。1955年後半。 ウォルバリーオープンでは2位に7打差をつけて優勝。女子ウェスタンオープンでは最終ラウンドで1打差の首位でスタートしたが最終的にはパティバーグに2打差をつけられて2対でフィニッシュ。同年の全米女子オープンでは優勝して3勝目を挙げた。この全米女子オープンでは毎時45マイルの強風の中、クロッカーはただ一人、トータル300打を下回る299打で、 ラウンドし、2位のルイーズ・サグス及びレナ・フォークに4打差をつけての優勝だった。またこの優勝は、米国人以外で初めてのものだった。さらに、第2ラウンドでの打数68は、全米女子オープン史上初めて70打を下回る記録となった。シーズン終了後、ゴルフダイジェスト氏は、最も飛躍した女子プロゴルファーと評した。1956年には、 サービンオープンに再び優勝。さらにセントルイスオープンでも優勝した。1957年にも2勝。1958年のルプガ選手権はミッキーライトに6打差をつけられての2位に終わった。この年、ハバナビルチモアオープンとウォータールーオープンに優勝し4年連続で複数回優勝を果たした。1960年はシーズン初めに2勝をした。一つ目は、 レイクワースオープンで、続いて3月のタイトルホルダーズ選手権で2位の、キャシー・コーネリアスに7打差の303打で優勝した。この時フェイは45歳で、これは、ルプが、メジャー大会における最年長優勝者の記録となった。1955年から1960年に、かけての6年間で、ルプが主催大会のほぼ全てに出場し、都合11勝した。 1961年には、ルプがツアーに出場しなくなったが、総額で73,410ドルの賞金を獲得し、これは引退時点ではトップ10に入る額だった。引退後はアルゼンチンに移り住んだ。1983年9月16日、母国モンテビデオで死んだ。69歳だった。ありがとうございます。